皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは。トサン TV、トサンでございます。さあ、本日も始まりました、トサン TV、安全保障ニュースでございますが、本日は、ウクライナのクルスク侵攻作戦、ウクライナが目指す制圧する最大エリアというのを考察していきたいと思います。そして、アメリカから射程1000キロのミサイルです。では参ります。ウクライナ軍がクルスク方面で一体どこまで制圧していくのかっていうところが不透明ですけれども、橋を壊したことで一つの考察ができるようになりました。橋をね、こんな感じでハイマースで穴ぼこを開けたんですよ。覚えている方はヘルソン方面のね、ノバカホフカの時のことを覚えていると思いますけれども、ハイマースでピンポイントのものすごい正確な砲撃をしました。あの時と同じような状況で穴が開いてるんですが、これはクルスク方面ということになります。で、まだ車両は通れるので避難する一般の人には支障はないんだけれども、戦車なんかのね、重たい装甲車両はもう通れないんじゃないかということで、ロシア軍がクルスク方面の一部のエリアにこれで援軍に来れなくなった、袋のネズミになったっていう、そういう話になってます。で、どこの橋なのかっていうことなんですけども、3箇所川を渡る橋がある。で、この橋3箇所をすべて壊したのか、それともこのうちの1箇所2箇所なのかというのはまだ判明してませんけれども、ロシア領土内から、この南の方に渡るにはとにかくこの3箇所の橋しかないそうですね。なので、ここを全部ぶっ壊してしまって戦車なんかが渡れなくなると、この川から南側がウクライナに完全に包囲されるっていう状況になるみたいなんですが、これね、ロシア軍援軍に来れないけれども、橋壊したらウクライナ軍も進軍できない。この決断をウクライナがしたということですね。ということになると、ウクライナがどういう形で、このスーミー方面を制圧しようとしているのか、クルスク方面からベルゴドにかけてですね、制圧しようとしているのか、一つの仮説は立てられるようなっていう、そういう話になります。広域の地図に行こうと思いますけれども、現在ウクライナが、攻め入っているクルスク方面はこのスジャの町からコレネボというところの一帯になりますね。で、コレネボに対してももうね、市街地線とか郊外はまでは行っていて、もしかしたら市街地線にも突入してるかもしれません。ウクライナがね、完全に押しているっていうような状況です。で、このコレネボを制圧してしまうと、このコレネボの、西側、皆様から見ると左側のところに赤い点線ありますけれども、ここが先ほど橋を壊したエリアになります。グルシコフスキーとかって呼ばれるような地区だとそうですね。うん。ということで、ここが袋のネズミになりますっていう話。ということになると、このグルシコフスキーというエリアから今制圧しているエリア、さらに、スジャから南のところですけれども、クルスクであり、ベルゴロドのさらにところですけれども、この南のところもウクライナは何回かちょっかいかけて、横にこう槍が突き刺すように何回かちょっかいかけてますよね。というところから考えると、鍵括弧の右上みたいな感じで L 字、逆 L 字みたいな感じでウクライナは制圧を考えているんじゃないかっていう、そういう考察ができるわけですね。で、この L 字でもしウクライナが制圧をしていくということになると、ベルゴロドも狙われるっていうことになるし、クルスクも狙われるっていうことになるので、ロシアは、防衛をクルスクとベルゴロドに集中しなければいけない。と、どうなるかっていう話なんですが、もうね、この広域で見ると、ウクライナの制圧エリアみたいなのがでかすぎて何なんですけれども、ベルゴロドの南側っていうのは、ロシアが今年に入ってから戦線を開いたハルキウ方面ですよね。ボフチャンスクであったりとか、リプシー方面がありますけれども、ここのエリアなんて、もうリソースを割いてる場合じゃないので、ロシア軍はね、もしこれだけのエリアをウクライナ制圧したら、もう引くと思います。もうバカバカしくてやってらんないで、引くというふうに思いますね。まあ、防御に専念しなければいけなくなるんじゃないかということ。ということになると、このクルスク方面で、ウクライナが制圧したエリアと、ロシアがハルキウ方面で制圧したしてるエリアの、占領地交換は行われないということですね。一方的にロシアが引く展開になる。その上で、さらなる占領地交換っていうのをウクライナが提案していく可能性もあるということなので、かなり大掛かりな成果が期待できるかなっていう、そういう
気になってきました。というところで橋を壊したので、そこより北に行くつもりはどうやらないようということですね。逆 L 字のような形で制圧を考えている可能性があるというところで、今後の戦局ですね、ちょっと現場情報が届きづらい状況がありますけれども、予測を立てながら皆様と共有をしていきたいというふうに思います。そんな中ですね、ウクライナにもやっぱりね、被害が出るわけですよ。どういう被害が出ているかっていうことなんですけれども、ハイマースやられましたね。JSF さんですね。よろしくお願いします。前進しすぎたっていうところでハイマース食われたっていう情報と、あと映像なんかも入ってきてますが、クルスク州の中には入れてはいないです。一応ね、スーミン州なんだけれども、かなりね、国境近くまで持ってっていたっていうところをズドーンって叩かれました。ハイマースで弾を撃ったところで場所を特定されてすぐイスカンデルが飛んできたみたいな、そういう攻撃だったということなんですけれども、もう少し後ろに下げて運用できていればやれなかったんじゃないかってこれ言われてます。つまり、エイタクムスとかストームシャドウで攻撃をできていたら、このハイマースの被害はなかったっていうふうに言われてますね。で、プラス昨日お伝えしたチャレンジャー2の戦車ですけれども、損害画像が出てきました。なので、損傷してますね。ただし、ロシア側が発表したのは派手に大爆発をする映像を出してきて、それはね、フェイクなんじゃないかというふうに思いますね。で、これがロシアの手に渡ったのか、それとも、放置されてんのか、引き取って修理に回されるのかというところはまだわかりませんけれども、チャレンジャーも一両やられてはいるっていう状況になりました。これもね、長距離兵器が撃てれば、やれなかったのかな、もっと慎重な運用ができたのかな、なんていう、そういう気がしてしまいます。そんな中、アメリカが長距離のミサイルをウクライナに供与する検討をしているということを、ポリティコが報じました。JSN さんのポストからね、紹介したいと思います。ポリティコの記事が貼り付けてありますけれども、JASSM 空中発射巡航ミサイルというのをウクライナに供与することを検討を始めた。JASM と言います。ジャズムという。で、空対地ミサイルになりますね。戦闘機同士の戦いで使うものではなくて、空対地ミサイルになるんですけれども、射程が370キロあります。370キロ。で、さらに言うと、ジャズムの ER っていう方があるんですよ。ジャズムの ER。実はね、直近でも去年かな。こんな感じでニュース出てましたけれども、射程がね、約1000キロある、ジャズムの ER。これ、日本も初めて去年、供与されるっていう、まあ買うことができたっていうことなんですね。アメリカが承認がおりましたっていう、そういうミサイルになります。これがね、ウクライナに渡るかもしれないという、その検討をアメリカさんが始めたっていう、そういう情報になる。ということになると、まあ370キロなのか1000キロなのかっていうところはひとまず置いといて、ロシアの領土内余裕で届く距離ということになりますね。アメリカがこのミサイルの供与を検討しているということは、ロシア領土内への使用プラス、どういう軍事目的に対して使用するかという細かい詰め、今ウクライナがね、一応自分たちでルール作って提案してますけれども、この辺の話し合いが進んでいるんじゃないかっていう、そういう気がしてくるということで、期待がこう膨らんでくるっていうことになります。ひとまずエネルギー施設への攻撃はアメリカ嫌がっているので、ここでは使わないとしても、やっぱね、軍用の飛行場であったりとか、あとは倉庫であったりとかですね、こういうものに関しては使わしてほしいなというか、使わないと今回のようなハイマースが結局食われるっていう状況が出てきてしまうので、前向きなね、動きっていうのを見せてほしいなというふうに思います。で、これがね、多分大統領選とも絡まって、多分ね、ゴーサインが出ると個人的には思ってます。で、これに関しては、イギリスさんもね、つついてくれているという情報があります。KM さんですね、よろしくお願いします。ストームシャドウのロシア領土内の攻撃は認められていませんでした。で、私は、イギリスがなんだかんだでこれ認めてないと思って、なんだよイギリス、土壇場で腰引けてんじゃねえかと思って、ちょっとね、イギリスに対して多少ご立腹だったんですけども、勘違いだったっぽいですね。ストームシャドウってフランスと共同開発されてるので、もしかしたらフランスの許可がいるのかもしれないですね。で、プラス、軍事支援だとアメリカがもう非常にまあ大きなウェイトを占めているので、アメリカの意向っていうのはパートナー国も重要になっていくので、アメリカが強くやめてくれっていうことを言うと、やっぱり、ね、イギリスも一旦止まらざるを得ないっていう、そういう力学があると思います。で、イギリスはとにかくストームシャドウをロシア領土内に撃てる許可を、みんな出そうぜっていうことで、イギリスは OK で他の国にね、今働きかけを強烈にしてくれているっていう、そういう情報が
上がってきてますね。で、プラスアメリカがジャズム供与に行きます。で、イギリスがストームシャドウを OK にしたら、当然、フランスのスカルプですね。これ、名前が違うだけなので、これを NG にしとく理由はないので、スカルプも動きます。で、アメリカがジャズム出して、ストームシャドウ、スカルプが OK になっていて、じゃあドイツ君タウルスどうすんのよっていう話にもなるので、ドイツのタウルスも多分動きます。ということで、アメリカのジャズムが動くと、長距離ミサイルが全部動く可能性があるということですね。これをちょっと期待して、待っていきたいと思いますが、動いたらすぐに皆様と共有をさせていただきます。はい。では、最後に片やでね、片や、ロシア君っていう、そういう話なんですけれども、たくさんの捕虜がね、捕まってますということで、止まらないですね。捕虜の捕捉している映像、当然ね、全部は出てこないので、部分的にしか出ないはずなんだけども、それでもね、むちゃくちゃ出てきてる。これだけでもね、102人の捕虜を捕らえましたっていう映像がまた出てきてますが、興味深いのはね、こっちなんですよ。勝さんですね。よろしくお願いします。特戦隊すら投降する崩壊ロシアっていうタイトルついてますけれども、約100人ちょっとぐらいかな。大規模なロシア軍が捕虜になりました。で、その中には、カディロフツィですね。カディロフさんのところの部隊がいて、その部隊の任務というのは特戦隊だった。つまり、突撃部隊が、ビビって引いてこようもんなら、後ろから味方の軍をドカドカドカーって撃って、撃ち殺すぞって突撃しろみたいなことをやる特戦隊ですね。この人たちが混じっていたっていうことなんですよ。特戦隊ごと降伏する状況ってどういう状況なのよっていう、そういう話。だいぶね、士気も低いし、訓練もね、施されてない徴集兵が大部分使えてるんじゃないかっていうこと。さらに、ウクライナ側からの映像で、ロシアのね、塹壕基地みたいなところの映像が出てきたんですよ。うん。で、結構入念に作られてますね。どれくらいかな、何百億とかって投じてね、防衛ライン作って、それ一週間もかからずに突破されたって噂になってますけれども、まあそのうちの一つの施設だというふうに思います。戦闘跡がないんですよね。全く戦闘跡がないので、ここでなんか粘ろうとした形跡がないんですよ。一目散に逃げ出したんじゃないのっていう、そういう状況になっているわけです。で、こんな状況で逃げ出していると、当然ウクライナ側にも戦果は上がってきますぜということで、ほぼ無傷の T90M の戦車ですね。これが露獲されました。で、ここからいろいろと研究をされるのかなと思いますね。多分ね、戦地では使わずに研究の方に回されるんじゃないかと思いますけども、ほぼほぼ無傷です。T90M の戦車に乗っている人たちが、戦いもせずに逃げ出したっていうことになりますよね。うん。で、さらに、レーダーになりますが、2023年の8月にお披露目されたばかり、アーミー2023という、まあ、展示会みたいなやつですけれども、これで、お披露目された、1年前にお披露目されたばかりのレーダーですね。うん、対電子用で、対ドローン用の電子機システムだそうですけれども、ボルノレスというものですね。これが、説明書付きで露獲されました。で、去年の8月にお披露目されて、これすぐ実戦に投入されてるんですけれども、去年のね、暮れぐらいから、ウクライナのドローンが電子戦にむちゃくちゃやられるっていう情報がね、出回っていたというふうに思いますが、もしかしたらそれに関係している、妨害用の電子戦システムなのかもしれませんね。これが早くもまるっきり無傷で、説明書付きで入手できたっていう、そういう状況になっているっていうことになりますね。うん。で、最後に、まあこちらなんですけども、もうね、ロシア君、やっぱりね、よっぽど、飛行機とか戦闘機の部品が厳しいんだと思います。ツポレフの22の M3 という、これ、爆撃機になりますけれども、爆撃機が勝手に墜落しました。で、ウクライナの国境からは4000キロ以上離れているところで勝手に墜落したので、ウクライナは関係ないです。関係ない。事故なんですけれども、今までは民間用の飛行機だったんですよね。で、軍の方に、まあ優先的にいろんな部品が回されているので、民間機がおろそかになっているんじゃないかっていう見方もあったんだけれども、ついにね、ツポレフの爆撃機まで勝手に墜落したっていう情報ですね。いろんなものがロシア軍、臨界点を迎えている中で、それが表に出てくるような攻撃、これがクルスク侵攻のまた副産物で、あるんじゃないかというお話でございます。はい。というところで本日は、
ウクライナがクルスク方面の橋を落としたことで、一体どれくらいを制圧しようとしているのかという、その最大エリアですね。これが逆 L 字のような形で浮かび上がってきたという、そういう話と、あとはアメリカが、F-16 に積む最大射程1000キロに及ぶようなジャズムという地対空ミサイル、これの供与の検討に入ったということですね。検討で終わったらお前分かってんだろうなという気持ちを皆さんと一緒にアメリカに送りたいというふうに思います。というところで本日の内容は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。